着物着て女子力上げてますか？着物アドバイザーのエミです。このチャンネルでは着物ライフを応援するために、私がお客様からいろいろ質問されることなどを皆様にもお伝えできたらと思っています。今回のテーマは襟ですね。襟の着物がこう被っちゃった場合などについてお話しさせていただきたいと思います。それではスタート。襟についてお話しさせていただきます。襟ですね、結構皆様この襦袢の上に襟が、着物の襟がかぶってる方ですね、こんな感じですね、こういう方多く見られますね。これの原因なんですかって、この先日もお客様に聞かれたんですけれども、まず着付けの段階でかぶせすぎてるっていうのもあると思います。あとは後輪ベルトを使われてる方とかですね、ここの多分後輪ベルトの長さがきつすぎるのかな、短すぎる場合、この両方のこの後輪ベルトと着物の引きが強くなってしまうので、ここがかぶってくるっていうパターンがあるかと思います。なのでちょっといつもこう襟がかぶってくるなって思ってる方は、後輪ベルトをもう少し長くしてみるとか、あとはその後輪ベルトのつける位置ですねによっても引き具合が変わってきてしまいますので、そこら辺の研究をしていただければなと思います。で、基本的に全て着終わってちょっと動いた段階でこういうふうに襟がかぶってきた時ですね、これ直しようがないです。こうなんていうんですかね、今ここで即席でこうやって直すことは可能ですが、もう後輪ベルトが強い場合などは動いてるうちにまたこうかぶってきてしまいますので、ちょっとどうすることもできないかなとは思います。ただ、出先でそうなってしまった場合直すしかないので、その場合ですね、まず着物ですね、着物をここだけこうやって開いてあげてもまた元に戻ってきますので、その場合ここから手を入れていただいて、なるべく奥ですね、グググググッと着物この上前と下前ですね、これをこっちから手を入れていただいて、グーッと脇に脇に流す感じですね。で、上だけ流していただいても戻りますので、なるべく下に手を入れていただいて流していただく、こっちもですね、こうやって下に手を入れて流してあげると多少ここが伸びてきます。あとこのお襦袢の襟ですね、これもこう隠れていってしまう場合、かなりの裏技ですが、ここから手を入れていただいて、そしてこのお襦袢の襟先ですね、これをこの胸ひも、止まってる胸ひものあたりからグッとこう詰めてあげる、こういう感じですね。ここのあんまりこれを引っ張るとまたこの抜きがなくなってしまいますので、前に引っ張らないようにちょっと横にずらすつもりで引っ張ってあげると、これが少しこっち側に流れてきます。逆も一緒ですね、こっちの下前もここから着物の中に手を入れていただいて、この襦袢の下の襟のここの帯下の部分らへんですね、これを前に来ないようにちょっとここら辺押さえていただいて、ぐーっと脇に寄せる、ちょっと手がつりそう、そうしていただくとこの襟が少しこう詰めて切ることができますので、そうすると着物とお襦袢ですね、ここにちゃんと空間ができるようになります。もうこれ即席の直しでしかありませんので、やっぱり最初の着物の胸ひもの位置ですねとか、胸ひものかける段階できちっとこの襟に、空きの襟になるように着ていただくってことが一番重要ですが、出先でちょっと困った場合は今のやり方をやってみてください。ちょっとこの袖の中に手入れると私も今つりそうになりましたけど、
ちょっと手はつりそうになりますが、即席ではこういうやり方があります。あとはさっき襟を抜くときと一緒ですね。後ろをトイレで襦袢の襟を引っ張る。そうするとこれがまたこうちょっとキュッと詰まってきますので、多少着物とお襦袢のちゃんとこの襟の開き具合ができると思います。いかがでしたでしょうか。襟ですね、本当に大切なので、今日はちょっとその直し方ですね、よく私がお客様がいらっしゃった時に即席で直させていただくやり方ですねをお伝えさせていただきました。まあ、その他にもですね、角度の話とかちょっと話し出したらいろいろ話したことはあるんですけれども、またそういう襟の角度などについてはそのうち動画に上げさせていただきたいと思います。今日のこの襟の話が役に立ったなと思われた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。